変な手のせいかな。はいはいはい。あれ、美顔機能ついてる、これ。ここ絶対美顔機能ついてる。おぉ、遅かった。えい、乾杯、お疲れです。飲んじゃって。あ、美味しい。うん、なんか顔が真っ白になってる、俺の。本当？いただきます。あ、向かい酒や。あとは手着でどうぞ。だからはーいよー、どうもやったんでです。はい、本日はですね、藤沢市南口にございます海鮮料理のすすきさんにお邪魔しておりますね。はい、つぶ貝ね、お通しはつぶ貝でございました。美味しゅうございますね。はい、本日はカズマさんとね、お酒を楽しんでいるわけですけども、なんか噂によりますと、こちらのすすきさん、カニがね、なんと生ガニが神奈川で3店舗しか食べれないうちの1店舗ということを伺ったので来てみましたね。カニは食べなかったですけどね。なんでやねん。はい、わさびを好みの量すりおろして入れてお魚それぞれ、お魚ついてる魚からイタリアンで、アジ、それを1匹でご用意しております。カズさん、あれで静岡でしたっけ？ん？めっちゃ来るんだ。よく行きましたね。カズさん、カズさん、カズさん、でもこれだってやばそうだもん。もっか。あ、でも、固形物じゃなきゃ平気。ね、やばいやばい、うん、ツンツンすりますよ。ツンツン、これぐらいいきますよ。そういう感とかすれば全然来ない。あ、わかりました。じゃあ、また取ってきます。はい、すいません。うまっ。美味しいっすね。大当たり、ここ、ね、ここでよかった。マジでっか。すごい美味しそう。プリプリプリルーミーね、すごいね、歯ごたえがすごい。カズさんと会うと寿司とか食べたくないのもう病気かもしれない。イコール寿司になってる。植え付けられてる。これ食べました今。うん、イサキ。
美味しい。うん、全然辛くない。そこちょっと隠れ名店。湘南を名乗ったらダメですよ。湘南なんて一回めちゃバイトテンパって、はい、かわいい。本日お魚がメダイだったりトロダイだったりいろいろ混ぜ込んでて、はい、お味付いてますのでそのままお召し上がりいただけるんですけど、はい、足りなかったら周りの方にお醤油につけてあげてください。本当か、本当か、本当か。はい、またまたやったんででございますよ。あ、今日はですね、1月9日かということでね、成人式でございます。成人式ね、もう私はもう2回目の成人式も終わりましたからね。あ、いや、いいですね、成人式って懐かしいですよ。思い出します、藤沢公民館で成人式行きましたね。もう行ったらさ、子供連れてきてる方もいてさ、わあ、もう結婚して子供がいるんねやって思っちゃったりなんかしちゃったりした。今日この頃でしたね。世も末よね。でもあれよね、もう18歳からもう大人っていうさ、そんなことになっちゃいましたよ。18歳、18歳はまだ子供や。もう精神年齢もうクソガキだからね。もう覚えてる限り私はクソガキでしたね。ねえ、僕も18から専門学校行って介護福祉士のね専門学校に行きまして、まあ、20歳には就職しましたけども、もうその時点でもね、社会人と話してるのと大学生と話してるのが全然違ったね。話す内容も考えることももうね、圧倒されちゃってね。もうその頃さ、まあ20歳でまだクソガキですよ。まださ、あの学生気分が抜けてない感じで仕事しててさ、まあ叩かれましたよね。そう、あのもうあいつはまだ学生気分で仕事を分かってねみたいな感じでね、上の人からいっぱい叩かれて、私も遅刻したりね、サボったりね、いろいろしてましたよ。やっぱほんと若気の至りよね。まあそういう時期があってこその今なんですけどもね。いやー、わからなくもない、若い子たちの気持ちわからなくもないというわけでね、はい、なんか食べ物が届いたのでちょっとね、次またお会いしましょう。さよなら。
はい、ここだよ。はい、ここ、アボちゃんここだよというわけでね。はい、このあんかけうまかったわ。これさ、まあ上にあのお魚の天ぷらが乗っておりまして、このあんかけ、わーおー、このあんがさ、またさ、おいしいのだからさ、もうなんか片焼きそばの上に乗せて食べたかったね。それぐらいもうなんか熱々でしたね。やけどに気をつけてくださいねと言っていただきましたけども、全然大丈夫でした。体が温まったわーね。えこれ、はい、シャキシャキのあんかけの、もうね、やけど、あんかけってやけどするからね、もうすごい気をつけながら食べてますよ。でもまたこれがうまかった。あんかけ、あんかけ焼きそば食べたくなっちゃったな。お酢をかけてね、美味しいよね。いやでもこちらのね、すすきさん、まあ、他にもいろいろメニューねありますけども、ちょっと1回ではね食べきれないので、また次回もね行っていろんなものを頼んでみたいなと思いますね。うん、ほんと次回あのね、この後僕1回行ったんですけど、その時はね、あのカニがついてるお刺身を頼みましたけど、1本じゃ分かんないね、足りなかったね。ああ、カニ食べ放題したいね、久しぶりに。北海道行った時はさ、カニ食べ放題してもう当分いらねえやってなってましたけど、たまには食べるのいいね、カニね。うん、なんか最近藤沢の再開の中にね、カニ食べ放題、海鮮食べ放題っていうねお店ができたので、まあ、近々ね、あの動画アップできたらいいなと思ってますけども、うん、でもカニ食べ過ぎちゃうとさ、もう無心になっちゃってね。しかもさ、食べ過ぎるとカニの価値落ちるんよな。しかもちょっと最近ちょっとカニダイエットしたので、カニちょっと当分いらないかなっていう感じなんですけど、まあちょっとね、良さそうなところなので今度動画に収めてまいりたいと思います。本当こちらすすきさんね、何食べても新鮮で美味しかったのでね、ぜひ気になった方は行ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日はこちら、あ、なんだ、こちら、あ、バイバイ。